貨物機、貨物機とは、主に貨物の輸送を行う民間用航空機。人や貨物の輸送を主要ととする航空機を、軍用、民間用ともに輸送機という。民間用を輸送機は、旅客の輸送を目的とする旅客機と貨物の輸送を目的とする貨物機に区分される。軍用機については、輸送機を参照。英語では、フレイダー、エディフター、 カーゴやクラフトなどと称される。貨物機を運航して、航空貨物輸送業務を行う企業を、貨物航空会社という。スイングテールを開くボーイング747リットル CF ノーズドアから、貨物を積み下ろす、様子初期の貨物機は、専用の設計で作られたものは少なく、郵便輸送など貨物便として用いられた機体はあった。ものの、旅客。 貨物の双方の輸送が行えるものが主流であった。貨物機が発達したのは第二次世界大戦後のことである。これは航空輸送が活発となって航空機が大型となったことと民間分野においても航空機による大型貨物や大量の物資の輸送に対する需要が出てきたことに加え旅客機は整備されたキャビンを持つようになってきたこともあり、貨物を運ぶにあたっては機内を 専用設計とした方が有利であったことによる。現代の貨物機は、旅客機を改め設計し、機内を改装したものが多い。機種にもよるが、外見的には、キャビン窓や非常用脱出口がない代わりに荷物、積み下ろし用の大型のカーゴドアを持つといった程度の違いしかない。構造的には、重い荷物に対応するため、メインデッキの床が強化され、またペイロードを増やすために、 主翼付け根部分の強化及びそれに伴う着陸重量の増加に見合う降着装置の強化などが行われる。軍用輸送機では積み下ろしの利便性から高翼配置が主流となっているが民間貨物機では旅客機ベースの設計のため低翼配置が主流となっている。また、ボーイング747の一部や A3 0 0から 600ST ベルーガなどのように機種部分が チルトアップするノーズドアを持つものやカナディア CL-44、ボーイング 747LCF などに見られる胴体後部が横方向に折れて開くスイングテールを持つものが存在する。貨物機は旅客機より多くのペイロードを積載するためという理由により一般に旅客機よりも航続距離が短い。このため、例えば極東欧州路線では 現在ほとんどの旅客機が大西崩壊後のロシア上空を経由して13から14時間のフライトを実現しているが、貨物機ではこの距離をノンストップで飛行することが難しい。したがって、現在でも極東欧州路線の貨物機はアンカレッジで給油を行う旧来のルートが現在である。旅客機に大型のドアを追加し貨物機としても利用できるようにしたは、 コンビ機などと呼ばれ、旅客や貨物専用機では、採算の取れにくい、地方路線などで使用されている。ありがとうございます。